消防学校でこれ教えてもらってよかったよなっていうブチ切れられ、うん、何かというと、うん、お前何回目やねん、その光景を見た瞬間はい、みなさんこんにちは、レスキューハウスの時間です。今日は消防学校で一番ブチギレられたことについて皆さんにお伝えしていこうと思いますので、4月から、消防学校始まりますよね、はい、で多分皆さんなんかそわそわしてるんじゃないんですかって、僕がそうやったんで入る前緊張せんかった、緊張しますね、消防学校やっていけるのかとか、はい、なんか鬼の消防学校とかなんかね、イメージなかったですか？イメージはあります。そう、はい、だからそういったことを、自分たちの経験を踏まえて皆さんにお伝えしますので、4月から消防学校入る方必ず見るようにしていってください。じゃあ早速入っていこうと思うんですけど、一番ブチギレられたことについて僕いっぱいありますと、うんうん、ただやめたくなるようなブチギレられじゃなくて、はい、ほんまに消防学校でこれ教えてもらってよかったよなっていうブチギレられ、はい、何かというと資機材の忘れ物、火を消す消火訓練の時に面体ってガスマスクを教室に忘れてきてしまったの。あー、これはあるあるよね。あるあるですね。そう、資機材忘れ物、資機材、ほんでカラビナ整備っていうの、カラビナっていうなんか輪っかみたいなやつあるじゃないですか、はい、それに赤のマーカー引くっていうのを消防学校で絶対やらされると思うよね。これカラビナっていうんですけど、これの締める部分、これ締まってるかどうかって見た感じわかんないですよね、うん、だからちゃんと締まった時に赤色が隠れるようにマーカーを塗ったりするよね、はい、だから赤色が見えてるってことは締まってないよと。じゃあ締まってないとどうなるのかっていうと、助けられる人の命の危険性が上がったりとか、助ける側の仲間の命の危険とかも上がったりするじゃないですか。だからカラビナっていうのはちゃんとしっかり増し締めとかね、するっていう癖付けさせられるんやけど、カラビナを塗ってなかった時にお前何回目やねん、ハゲてるだけで言われるんですよ。カラビナの色がいけるかなっていう意味になるじゃないですか。これほんまにやばい、塗り忘れたってなったら活族の下に僕はマーカー入れとったんや。入れてたよね。絶対赤マーカーをバッグに入れてて、でやばいと思って塗ってないってなったらパパーって塗るわけじゃないですか。パパーって塗った時にカラビナのまだ綺麗に塗らなあかんのにピョンって手震えてピョンってなっちゃうんよね。これあるあるでもめっちゃ怒られるよね。はい、めちゃくちゃ怒られます。であと爪とかでその綺麗にこれちょっと天文的すぎて俺消防士しかわからないよね。はい、やりましたね。そうっていうので資機材の準備っていうところでは僕一番ブチ切れられたかなと、うんうん、けどそれってほんまに大事なことじゃないですか、はい、実際の救助事案で資機材忘れたらどうなるのかって言ったら、自分の命の危険も高くなるし、仲間の一緒に働いてるチームの危険性も上げるじゃないですか、うんうん、だって4人体制で火の中入っていくっていうのに僕入られへんかったら3人で入っていかなあかんわけよ、うん、そのうち一人機械員ですね、うん、危険ですよね。そう、めちゃくちゃ危険やから資機材の忘れ物っていうのは絶対にしちゃダメなんですよ。それを小学校で怒鳴られながら学んだことかなと思います。みどりさんなんかあるのかな。いろいろありますよ、いろいろあるけど、うん、今その結構真面目なそうやね、うん、ことだったんで、ちょっとふざけた感じのものを言っていいですか。うん、うん、どうぞ。私が生活してた寮っていうのが、うん、建物のメインの部分となるところが男子寮。ああ、そうです。で、その男子寮を通って鉄の扉を開けないと女子寮に行けないっていう作りだったんですよ。そうです。ただなんか今はもうそこの男子寮を通過して女子寮に入っていくっていう行き方ではなく、逆側、外から女子寮に入ってそこから出るっていう風な、うん、もう完全にそこの扉を開けないっていうような生活スタイルになってるらしいんですが、みどりさんの時は一緒でしたよと。そうそう、だから必ず男子寮を通って女子寮に行かなきゃいけない、うんうんうん、なのでこう男子寮の学生たちがこう廊下で訓練してたりとか、うん、まあ、そこを横を通っていかなきゃいけないわけですよ、うん、これが例えば食事行く時とか、うん、自分実習訓練行く時とか、まあ、授業行く時とか必ず通るんですが、大体こう朝から夕方まで訓練やって、うん、で一段落して休憩してると、うん、
で、ご飯食べたり、うん、まあ、自主訓練やったり、うんうん、お部屋でゆっくりしたりやってるじゃないですか。懐かしい、懐かしい、はい。まあ、最初の頃は緊張してて、うんうんうん、真面目にじゃないけど、もうみんなこんもうピシッとしてるよね。ちょっと休みでもね、しんどかったなーっていうのがね。そうそう、わかるわかる。けど、やっぱこう、慣れてくると、うん、それなりにこう、みんなふざけ始めてくるわけですよ。そうね、リラックスするっていうのね。そう、抜くとこは勝ってきて。で、まさにその夜の時間帯に、うん、まあ私がこう、男子寮を通って女子寮に行こうとした時に、うん、男子寮が なぜかこう、廊下が賑やかになっていて、おい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 って聞こえると。そう、あるあるよね。なんか本当動物園みたいな、ものすごい胸があってて、うん、何かなと思ってもこう、通って見ながら来たら、まあ、服を着ていない男子学生が踊り狂ってるの。先生みたいな。これを見て周りがめちゃくちゃ笑って。それは面白いね。もう生やし立てて、うん、お風呂の掃除とかトイレの掃除とかの掃除当番っていうプレートがあるじゃないですか。うん、あれをまあここにかけて隠してこう踊ってるわけですよ。うんうんうん、これは取らなきゃいけないから、うんうん、まあどうしても見ざるを得ないと。そうね。あと通ってこれ。うん、この音量ではしゃぎ続けたら、うん、絶対共感の耳に入って受けられるんだろうなと思って、た矢先、うん、たまたまその日到着の共感が、うん、なんか上うるさいな、うん、と思って上がってきたんだよね、うんうん、階段から、うん、で、廊下のその光景を見た瞬間、うん、ぶち切れよね。もう建物がだってそれを見て私はさっと鉄の扉で帰っていったの。開けて帰って耳聞いてて、うん、めちゃくちゃ怒鳴り狂ってて。そらそうやね。ただ言われてると思うで、いまだに伝説やって。絶対それっしょ面白いもん、それ。はい、そんなことがありました。はい、それ史上最強にブチギレられて。多分想像絶するよね、それは。そうですね、うん。という感じで、小学校って意外とその厳しいきついだけじゃなくて。そのまあ、かけがえのない一生の仲間ができたりとかね、うんうんうん、一生の思い出ができたり、はい、まあ、ちゃんちゃらんちゃんちゃらん、もう絶対思い出じゃないですか。みどりさんが小学校どんなことあった、面白いことって絶対忘れへん思い出じゃないですか、うんうん、それって、はい、これから、消防士生活を送る上ですごい素敵な思い出になるのは間違いないよね、それは消防学校生活っていうのは、はい、だからそんなビクビクせずに自分のできることを増やしていって、市民から求められる自分のなりたい消防士になれるように頑張っていただけたらなと思います。はい、まあ補足で言うと、まあ消防生活で学んだことを自分の大切な人たちに提供できるように頑張ってくださいと。まあよく消防学校入って勘違いするのが、上司のために働いてるんじゃないよっていうところを再確認しとってほしい。はい、そこの信用だけブレずに頑張っていけば、絶対に自分のなりたい消防士になれると思うので、まあ、皆さん全力で頑張っていただけたらなと思います。はい、ということで今回の動画が参考になったという方は、いいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かる命を助けるために。これからの情報社会において、生きるも死ぬも簡単に選べる時代になりました。先輩消防士のお話、アンスよしポンプとアンビュランス、初めての災害現場。